はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。今日はこちら、じゃらん、コカ・コーラフローズンメーカーだ。まあこんな感じのコーラのフローズンみたいのが作れるマシンですね。この箱どっかで見覚えがあるなと思ったんですけれど、これちょっと前に紹介したホットドッグマシンのメーカーと同じなんですね。海外製品です。はい、箱から出してみました。うん、なかなかかっこいいね。コカ・コーラっぽい色だ。お、これが取れるんですね。ちゃんとコカ・コーラのマークが入ってますね。で、ここにダイヤルがついてます。右側にするとファイン、細かい。で、こっち側だと粗くなるんですね、目がね。で、ちなみにこれね、電源は裏です。で、最初電池かなと思ったんですけど、ちゃんとコンセントなんですね。じゃあ早速やりますね。まずはこれを外そう。よし、で、コーラを入れます。量は半分ぐらいにしておきますか。これをセットして、こういう感じだね。はい、ここで氷を使います。上の蓋を外します。で、ここに氷をこう入れていくと。それで蓋をします。ではスイッチ入れます。 3、2、1、ファイア。よし、撮ってみよう。おお、すごい、めちゃめちゃフローズン。ご覧ください、めちゃめちゃフローズンになりました。うん、すごいです。これは結構ね、粗めにしてやったんですけれど、いい感じだ。うん、見た目もいいですね、なんかね。いやー、バッチリできましたね。本来これグラスに注いで飲むと思うんですけれど、僕はね、男らしくこのまま飲みます。いただきます。うん、くー、最高じゃないですか。ちょっと目が荒すぎた感じはするんですけどね。もうちょっと細かくすればよかった。おお、いいねこれ。うん、うんうんうん、うまい。いやー、ちょっとね、まだ肌寒い季節なんでね、ちょっと寒いんですけれど、これ夏だったら最高でしょこれ。うん、こんな感じでね、ちゃんとフローズンになってるんですよ。シャリシャリです。なんていうかね、こう見た目がおしゃれですよね。ビレ版みたいな、そんな感じですね。まあね、もちろん普通にコーラ飲むのもいいんですけれど、こうやってね、フローズンにしてシャリシャリの食感を楽しみながら飲むのもいいんじゃないでしょうか。ということで、今年の夏はこれですな。まあ、あんまりね、本格的な競技はやったことないんですけれど、昔ね、スキーの練習で、夏の陸トレって感じでね、よくやってたんですよ、サッカーは。で、僕は特にね、体力がないので、いつもね、リフティングをやってたんですね。ポン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 って足でね。そうですね、あとね、小さい頃ね、結構家でヒカキンとやってました。リフティング対決とかね。関係ないけど、キャッチボールもやってたな。うん。なんかよくキャッチボールやったりしてた覚えがありますね。もう話が逸れてるけどね。そうですね、なんか久しぶりにまたサッカーのリフティングでもやってみようかな。それではまた次回のセイキン TV でお会いしましょう。 See you next time! セイキン TV チャンネル登録してね。
僕のゲーム実況チャンネル、セイキンゲームズ。こちらのチャンネルでは僕セイキンが様々なゲームを実況プレイしています。 PC からご覧の方はこちらのボタンをクリック、スマートフォン、その他タブレットからご覧の方はこの動画画面の外側にある登録ボタンから登録ができます。また僕セイキンに関する最新情報は Twitter にて随時更新をしています。こちらも合わせてフォローをお願いします。